こんにちは、試験英語塾です。短文ドリルをね、ブログでやっております。で、ブログの方ね、概要欄に、URL 貼っておりますので、一緒にね、合わせて勉強してみてください。勉強というか練習ですね、してみてください。で、今回その最初のね、キーセンテンス解説です。こういう日本語です。これまで目の前にした中で、最も驚いた芸術作品は何ですか？っていうね、これはまず英語にしましょうっていうね、ことでした。で、何々した中で最もっていうやつね、こういうなんか、定型がありますよね。今回だと The most astonishing work of art になりますね。で、that 関係代名詞です。で、で、これね、目の前にしたっていうね、目にしたっていうのとまたちょっと、まあ同じでいいんですけどね、目の前にこうね、自分がこうその、作品の目の前にいたっていう、ことで、イメージしてみました。そしたら、これだと普通のセンテンスで I stood in front of the statue その銅像の前に私は立ちましたっていうことでしょ。で、これの statue に当たるのが前に来ているので work of art、ね、芸術作品っていうふうに来てます。だからその後 that で I stood in front of で実は終わるんですね。よくあるセンテンスで I have ever seen ってありますね。私が見た中でっていうね目にした中でだと見た中でになるので、だからそれだと The most astonishing work of art I have ever seen となりますね。これも seen で終わってますね。なんでかというと seen これっていうふうにくっつくからね。これもI have stood in front ofこれっていう風に、ね、なるので、まあ、この in front of みたいなので終わるのがいいか悪いかはね、また別として、まあ、普通に OK な英語でもあるということですね。それからもう一つね、ベタな方ですけど、本当に何々の中でっていう風にね、表すには、of ですよね。of the three、三人の中でと同じで、of all the works of art I've ever seen。ね、私がこれまで見たな芸術作品の、その全ての芸術作品の中で、例えばね、モナリザ is the best みたいな、そんな感じですよね。これで全然大丈夫ではあります。こういうね、中でっていうパターン、ベタなやつと、それからこう、何々した最もっていうふうに、かかっていくやつ。この二つをね、意識しておくといいと思います。また、芸術作品の作品ね、work。これは、数えられるので、works of art。っていう感じでここかな works of art っていう風になります。ただ仕事っていうねことでは works ってなかなか難しいので最近仕事量が多くてとかねいう時には works にはちょっとならないですね。一般的に作品であれば works という風に数えるということですね。ではこれを元にねブログに移って、短文ドリル練習をしてみてください。できる人は見ないでね音声だけ聞いてやってみるといいと思います。